こんにちは、小人です。今回は5年前のワーホリ振り返り動画になってます。詳しくは概要欄を見てください。そんな,なんなで3ヶ月分の学校とステイ先だけ確保して、あとは30万を握りしめてカナダに特攻しました。もともとホームステイは希望していなかったんですけど、私が本当に入りたかった量っていうのが6月からしか空いてないって言われて、その前の2ヶ月間はホームステイにありました。初めて行ったのがイートンのマックだったんですけども、未だにこの光景覚えてます。 このタピオカの動画を見ていただいたら分かると思うんですけど、本当に当時の英語力はゼロどころかもうマイナスレベルで、語学学校でクラス分けのテストを受けたんですけど、まあもちろん一番下のクラス、レベル1から始まっています。当時はホームステイだったので、朝ごはんは適当にあるものを食べてっていう感じで、お昼はホストマザーが持たせてくれて、夜ごはんはみんなで一緒に食べるっていう感じでした。で、レベル1のクラスはですね、もう本当に半分日本人、半分ベトナム人っていう感じで、綺麗に分かれていました。 ホームステイは正直家の中で何をしたらいいのかよくわからない状態になっていたので、この週末にホストファミリーが出かけて自分一人になる時間が一番幸せでしたで。平日の学校帰りはですね、まあ家に帰ってもなっていう感じだったので、こんな感じで家の近くのカフェを開拓したりとか、適当に無駄に外を歩き回ったりしていました。ただご飯は全部美味しくて、あのフィリピン系の家族の方だったんですけど、毎日毎日美味しく過ごしていました。 記念すべき友達との初外食はこのレストランでした。なんか適当に選んだんですけど、今思うと結構しょっぱなから攻めてたなっていう感じです。ほぼ毎日のように同じカフェに通っていたら、スモール抹茶ラテの女と認知されました。ホームステイの初めの頃って正直どれぐらい食べていいのかわからなかったので、まあちょっと猫を被っていたんですけど、フストマザーがだんだんおかわりはおかわりはって聞いてくれるようになって、そこからあ、もっと食べていいんだっていうことが判明して、めちゃくちゃ食べるようになりました。今まで東南アジアの旅行で一回もお腹壊したことなかったのに、 カナダで多分お水にやられて初めの2週間毎日下痢をしていましたがまあここぐらいからだん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 治ってきてお腹調子良くなってきたと思ったら。 ある日エージェントからメールが届いてホストファミリーが急遽フィリピンに帰らないといけなくなっちゃったから明日から次の家に移動してくださいって言われてでその時点ではエージェントも私の次の日からの家をまだ見つけれてないっていう状態だったので私も e m a p l でまだ目元で調べたんですけど、まあ、結局そんなお家があるわけもなくエージェントの方が見つけてくださったお家に次の日に移動したっていう感じです。 2つ目のお家はですねカナディアンのお母さんとあとそこに娘さんあとはですねもう一人カナディアンのホームステイをしている女の子が私の目の前の部屋にいて、まあ、その あと私っていう感じで4人で暮らししていました。私チュウに出会うまでは正直猫が苦手で苦手というかちょっと怖いって思っててう玄関の目の前に猫が座っていたら家に怖くて入れなくて外から家に電話をするっていうぐらいあの猫が本当に怖かったんですけどチュウに会ってから本当に猫が大好きになりました。 でこの家のご飯システムはですね、夜ご飯は毎日ホストマザーが作ってくれて朝とお昼はもうキッチンを勝手に使って OK で冷蔵庫の中に食材があったのでそれをもう本当に好きなだけ好きなものを使っていいよという感じでした。 ただ私はこの当時本当に自炊とかはもう全くできなくてなのでですねもう冷蔵庫の中に毎日マスカットがあったのでそれを朝に数粒食べてお昼学校にはそのタッパーにそのマスカットを敷き詰めて持っていっていましたなのでホストマザーからするとこの子はどうやって何を食べて生きているんだろうって多分思われていたと思うんですけどマスカットではい なんとか日々を過ごしていましたで、友達に誘われて謎のコスプレフェスにも行ってきました <music> <music> そんな,ことなんで気づいたら私のホームステイ生活は終わっていましたただこの私が退去する日にですねこの高校生の娘さんが彼氏と別れて朝から家中に泣き声が鳴り響いていてでホストマザーも「ごめんねちょっと今ね娘が彼氏と別れちゃってね」みたいな感じで行ってきてまあそんな感じではいえっと退去しました。 でえー、っとここから寮生活になるんですけどもう完全自炊生活ということでとりあえず PAT に行って食材だけは買ったんですけどその寮に住むのも1ヶ月だけって決まってたので、まあ、そんなに調味料とかいっぱい買ってもなっていう感じだったのでとりあえず本当に。 調味料とか油以外買わずになので味付けとか一切なしでもう本当に何か全然美味しくないものをひたすら食べていました。この頃内見が一件決まってウェルズリーだったんですけどあのイーメープルの投稿の詳細のところ。 なんか概要欄みたいなところに何にも全然情報が載ってなくてちょっとこの家怪しいかなと思ってとりあえずでも応募だけしたらですね速攻で内見が決まって速攻内見行ってめちゃくちゃよくて紙リッチで値段もよくてもう断る理由がなかったのでその場でデポジットを置いて家を決めました。<laughs> その次の家を7月1日から3月末まで契約したのでもう住む場所は OK であとは仕事さえ決まればもう生活安定していくかなっていう感じのところだったんですけどまだ学校に行っていて周り一人だけ働き始めた人がいたんですけど他はもう全員まだ本当に何にも始めていない状態だったので私もなんか学校卒業したらでいっかなとか思ってあの全然 レジメ配ったりとかしてなかったんですけど今思ったらですねこのめちゃくちゃ時間があった時にウーバーとかやってもっともっとお金稼いでおけばよかったなってめちゃくちゃ後悔しています30万持って行って家を契約した時にデポジットとして12万ぐらい払っているので残りの18万を3ヶ月で全部使い果たしたという感じですラピュターズが優勝したのでダンダススクエアまで走りました <music> あと優勝パレードがあったので、まあ、一応授業の一環としてみんなで行ったんですけど、まあ、着いた瞬間に全員バラバラになって強制終了しましたもう本当にとにかく人がやばかったです。えー 動画を撮ってたらなんか突然ちょっと人がガヤガヤし始めたので誰か暑さで倒れちゃったのかなって思ってたんですけどまさかの近くで発砲があったって聞いたのでもう速攻その瞬間走って逃げましたプライドパレードにも行ってきました気づいいたらかななり前のの方までで行っていてなので のののバッグとかあと,ピザピザとかかピピザザ無料券いろんなものがもがらえました学校で仲良くなったメンバーの中の1人が3ヶ月でもう日本に帰っちゃうっていうことだったので最後どこ行きたいって聞いたら「この辺」って言ってたので適当に歩いてあの寮に帰ったらシャワーが壊れていましたでその次の日7月1日のカナダデーの日にあのさっきプライドパレードでもらったって言った IKEA のバッグ3つに全部荷物パンパンに詰めてあとキャリーケースを2つ持って。 レスリーからウェルズリーまで引っ越しをしましたこの時はもう本当に貧乏すぎてウーバーを使うっていう選択肢さえなかったのでもう一人で一回で全部の荷物を担いで はいめちゃくちゃ頑張って引っ越しをしましたで3ヶ月通った語学学校も学級崩壊しまくってたんですけどなんとか終わってこの辺りから eMaple ですぐに1つフレンチレストランのグラスとかあとカトラリーとかを磨く仕事が決まったので、まあ、とりあえずはそこで週1とかで働いてでもそれだけじゃ全然もちろんお金が足りないので他に水泳を教える仕事も始めました。 でまあ、両方でも週1週1とか、まあ、あとフレンチレストランの方が多くて週2とかだったので、まあ、全然お買いにならないなということでワーヤングから下にずっと歩いていってその歩いていく中で全部のお店にレジュメを落としてで最終的にあの今無地が入っているダンダスのところのビルがあるんですけどそこの中の一つのお店でマネージャーがその場で面接をしてくださってその日に仕事を見つけることができました。 でそこで最終的にほんと帰る直前の3月末まで働いたっていう感じですただそのバイト先がですねフードコートの一角で本当にチップがないお店でもう一日に数ドルあればいいっていうぐらいだったので毎回そのチップが入るたびにマネージャーが目の前のマックでドリンクを買ってそれをみんなでシェアするっていうなんかもう本当にそれなら現金もらった方がマシって思ってたんですけどまあそんなことも言えずに毎回ジュースを飲んでいました ただ当時のあの英語力で雇ってもらっているだけでも本当にありがたいって思っていたのでその店を辞めるつもりはなくてもう最後まで働こうっていうのは決めていて。でその店が 土日と祝日がずっと休みだったのであのその間に何かできることないかなって探した結果、えっと、にたたどり着いいてて、えっと、を始めたっていう感じですなので毎日大体8時間ぐらい朝からえっと夜7時とかまで働いてその後一回家に帰って荷物とかを置いてそこから毎日3時間ぐらいウーバーをするっていう生活をしてとにかく少しでも多く貯金をして帰ろうって決めて働いていました。 直線になるように持ちます。そしてこのつまんだとこを軸に折り曲げます。走に行ったらそこをつかみましょう。金四十五の八。<laughs> そして引っ張ります。あ、そこで引っ張るんですね。外回る。ああなるほど。折り曲げます。すると五、六、九。最後に <laughs> 大手半分で折ったら大手です。大手です。<laughs> 罪です。大手です。罪です。で、ここに飛車がいるので、この飛車をどかしてあげたいんですけど、まあ、それができないので、もう罪です。<laughs> 罪です。聞いたことありますか。罪です。今日の罪いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。 シェアハウスもですねメンバーもよくてあと洗濯もし放題で友達も呼び放題だったのでかなりストレスフリーに生活をしていたのではないかなと思います1つのフロアに6人で住んでたんですけどみんな程よく生活のなんか仕事の時間とかがかぶってなくてなのでトイレとかお風呂とかも特に問題なく過ごせました <laughs> ハッピーバースデートユーション ハッピーバースデー、ディア・リーク、ブダペスト、ハッピーバースデー、この秋ぐらいからです、ね、ジューシーダンプリングに激ハマりして、もうめちゃくちゃ通っていました。 特におすすめが P1 と S1 ってもうずっと言い続けてるんですけどあの当時に比べて最近ですねやっぱりこの景気のあれもあって値上がりはしていたんですけどあの味は当時のまま本当に美味しいままなので皆さんぜひぜひ行ってみてください。ということでもう気づいたら秋ですね1112123なので残り4ヶ月っていう感じです。この当時ももうををやって、て、あとはジューシーシダンプリンを食べて で、ウーバーの休憩中にマックでアイスクリームを食べてみたいな生活をひたすらしていました。で、この日はいきなり家の水が止まりました。で、ジューシーダンプリングにまた行きました。で、この当時は本当にウーバーがめちゃくちゃ稼げたんですね。なので、あの仕事を探ししている友達とかにはとりあえずウーバーを勧めまくっていました。 ちなみに私の友達はですね1ヶ月でチャリで4000ドルウーバーだけで稼いでたと言っていましたトロント生活8ヶ月目にして初めて体調がめちゃくちゃ悪くなって保険を使いました本当にあのちゃんと保険に入っておいてよかったなと思った瞬間でした年越、えー、しのためにニューヨークに、えー、とバスで行ってきました 一番最初の写真で空港まで送り届けてくれた幼なじみ2人が日本から来てくれてニューヨーヨクでで合致したっていう感じです結構ホテルとかを取ったのがギリギリだったので、まあ、もちろん近いところとかは全部埋まってしまっていてなのでまあ安くてそんなにめちゃくちゃ遠くないところみたいなホテルを取ったんですけどやっぱりまあそれなりのうんっていう感じで夜もちょっと治安が悪かったので、まあ、皆さんあの年末年始ニューヨークに行くっていう方はですねもう決まって ていたら早めに予約することをお勧めします。 そんなこんなで年を越して2020年になりました。元旦はニューヨークチーズケーキめちゃくちゃ美味しかったです。でえっとこっちのプレッツェルめちゃくちゃまずかったです。なんか塩味がして私あんなに一口でペッてなったの初めてであのびっくりしました。気をつけてください。であの1月3日の朝10時半とかに。 あのダンダスの,あのバス停に着いたんですけどその日のもう朝11時ぐらいに出勤だったのでもうそのままキャリーを持ってです、ね、出勤をしましたもう本当に調査地区ワーホリ中の旅行はこのニューヨークが最初で最後だったのでまた帰ってきてからはひたすら働く日々が始まりましたでこの1年はですねスノーブーツを買うのももったいないなって思っていたので1年コンバースの、えー、っとローとあとはバンズのスリッポンでなんとか乗り切りました 帰国の1ヶ月半ぐらい前からだんだん帰国の現実味が帯びてきて、ね、なんかそれが自分でもやっぱりなんだろう実感してくるので1人でいる時とかはもう私駅で電車待ってる時とかはもう逆ホームシックみたいな感じになって帰りたくなさすぎて泣いたりとかしていました今思うとめっちゃキモいんですけど。 でこれが家の裏のところでなんかちょっと千と千尋みたいな感じがしてすごいこの窓から外を見るのがすごく好きでしたでウーバー中にですねコンロに届けるとたまにこうやって犬があの外に出てきちゃってみたいなのがあってめちゃくちゃ可愛かったです <laughs> 帰,国が嫌すぎて帰ってからもどうにかしてトロント感じたいっていうあの気持ちがすごい高まっててなので誕生日の日にですねあのパーマをかけることを決意しましてであのどこの美容院に行こうかなって思ったんですけど、まあ、結局あのチャイナタウンになんか看板がよく立ってるじゃないですか。でなんか電波って 電電電気の電に髪ってて書いて電波で当時私髪の毛を自分で切っていてもう特に後ろとか鏡も見ずに適当にザクザク切っていたのでなんかお高い美容院とかに行くとこいつやばいやつだなって思われるのがちょっと嫌でなのでなんかあとではですねちょっとノリで花火も開けたんですけどその花火は実家のお風呂に流れていってしまってあの塞ぎました。 これが3月の11日ですねまたウーバーでキャンセルをもらっていますなんかこの最後の方がなぜかウーバーキャンセルする人がすごい多くてなのでその度にあの無料で夜ご飯を食べていましたでこれがコロナ前のダインイン最後になるとはその当時は思ってなかったんですけどタイ料理食べに行ってもうこのあとイイインが全部禁止になったのでレストランの中でご飯を食べることができなくなりました でだんだんコロナが深刻な雰囲気になってきてもうイートンセンターとか行っても全部閉まってるしあとお店とかもちろん全部閉まってるしっていう感じで友達と集まろうってなってもうとりあえず公園行くぐらいしかやることがなかったので、まあ、公園でなんかいろいろ食べたりとかタピオカ買って外で喋ったりとかしてましたはいで、えっと、もうこの時はですね私たちのお店ももちろん閉まってたんですけど他のお店も全部閉まって あの店の片付けだけ最後しないといけなかったので出勤をしていましたであのこの野菜とか肉とか全部切ったものを準備してあるものとかもあのもう使えないっていうかあのお店が閉まっているので使わないので全部そのままもらっていいよっていうことで家に持ち帰りました。 で最後はですね、もう本当に高価に挨拶をする暇もなく、本当に強制終了でいきなり店が閉まって、私の労働生活は幕を閉じました。ただあの、帰る直前まで Uber をやっていて、でも Uber のおかげで7000ドル貯金をして帰ることができました。本当に Uber ありがとうって思いました。これが私の1年間のワーホリすべてです。終わり